よもや休憩時に神社の気品を迎えるとはな。わらわに会いに来てくれたのか。口は達者じゃが目は嘘をつくのが苦手なようじゃ。何か用事があってわらわを訪ねたんじゃろ。まあじゃが、その返答は少なくともわらわをいい気分にさせたことは確かじゃ。言ってみるがいい。何を聞きたいんじゃ。最近将軍が西洋を取ってるって聞いたんだ。それで稲妻外界の雷が不安定な状態になってるらしい。噂によると雷は将軍の意思と関係があるから、みんな将軍の具合が悪いんじゃないかって思ってるみたいだぞ。はあ、ま、何時らになら隠す必要はないじゃろう。将軍様はあの戦いの後、心がこじれて人が変わってしまったんじゃ。将軍様の力は日々衰えておる。何時があの時強く打ちすぎたせいじゃな。あやつにとって敗北は何よりも重い一撃。それにこの前わらわが会いに行った時、うっかり三色団子と娯楽小説を忘れてしまってな。ああ、わらわの旧友よ。甘味を食べながら娯楽小説を読むことができず、心が乱れて泣きわめいてしまうとは、しくしく、かわいそうに。そんなことで泣きわめく神がいるか。仕方ないじゃろ。わらわからすれば何時らの心配はわらわの嘘と同じように無意味なもののように聞こえる。あれは永遠を求める栄じゃぞ。凡人の命などあやつからすれば主由に過ぎぬ。凡人に安否を心配されてどうしろというのじゃ。ってことは無事なんだな。詳しい状況はわらわも知らぬ。静養したいと言っておったし、わらわもこれといった用がなかったゆえ、自分から面倒に巻き込まれに行く必要もなかったしの。じゃが雷の件はわらわも耳にしておる。あやつの意志に変化が起きたという点については静養中に会えるのは稲妻でもわらわだけじゃ。じゃがなぜわらわが何時らの手助けをせねばならぬのじゃ。浮世のすべてをとっくに見飽きたわらわの心を一体何で動かす。その答え気に入ったぞ。これは通行証じゃ。門番の奥詰め衆に見せれば中に通してもらえるじゃろう。ありがとう巫女。さっきの質問は冗談じゃったが、あのように答えたからにはしっかりとやってもらうぞ。そうじゃ、通行証も後でわらわに返すんじゃぞ。あやつはいつも一人でおる。見に行く永遠を揺るがすことのできる。